井戸戦争、井戸戦争、井戸戦争は、1911年9月から1912年10月の間に、イタリア王国とオスマン帝国の間で戦われた戦争。戦争は、イタリア王国軍の勝利に終わり、敗北したオスマン帝国からローザンの講和会議でトリポリタニア、ペザーン、キレナイカを獲得した。占領統治にあたって、 イタリア王国政府は三つの植民地州をリビア州として一括的に統治することとしたリビア保護領。イタリアイコールトルコ戦争とも。戦争の過程でイタリア海軍によって東地中海のドデカネス諸島を占領して政海権を奪取していたが、これについてはオスマン側に返還された。だが対価として諸島でのイタリア海軍による拠点の建設など、 実質的な真鍮が容認されていた。1923年、オスマン帝国崩壊に伴う第二次ローザンヌ会議において、ムスタファケマルによるトルコ共和国はドデカネス諸島の完全な割動に同意した。第一次世界大戦直前に起きた諸戦争の一つとして扱われる場合が多いが、それらの中でもこの戦争は非常に大きな意味を持った。イタリア王国軍が 陸海戦でオスマン帝国軍を圧倒する様子はオスマン帝国の支配下から脱したばかりのバルカン半島諸国に大きな勇気を与えた。バルカンが結束すればオスマンに勝てるかもしれないという希望はバルカン同盟の結成と第一次バルカン戦争を促すことになる。軍事的にも井戸戦争は非常に大きな意味を持つ戦いとなった。 1911年10月23日、イタリア陸軍航空隊は飛行船による前線偵察を行わせており、11月1日に捕捉したオスマン軍部隊に爆弾を投下た。これは世界で最初の空軍による地上攻撃として記録されている。北アフリカに対するイタリア王国とオスマン帝国の競争は ロト戦争終結後に開催された1878年のベルリン会議での議論に遡ることができる。バルカン諸国のオスマン帝国からの解放が決定された同会議でフランス共和国はイギリス帝国のキプロス占領を認める代わりにモロッコ地方とチュニジア占領を認めさせた。これについてチュニジアに権益を持っていたイタリアが反対するとフランスは代わりに 隣のトリポリタニアを占領すればよいと誘いをかけた。1902年、イタリア・フランス間でトリポリタニアとチュニジアに関する協力協定が交わされた。しかし、イタリア政府はさほどトリポリタニアに興味を示さず、協定は宙に浮いたままになっていた。時代が下って1900年代に入ると、イタリア国内の報道機関は盛んに、 トリポリタニアが豊かな土地であるという報道を行った。トリポリタニアは鉱物が豊富でよく考えされており、オスマン帝国軍は数千人しか駐屯していないと懸伝された。また、現地の住民はオスマン帝国に敵対的であり、侵入は散歩に過ぎないと宣伝された。経済的不況の中で民衆は植民地の拡大を求めるようになった。 諸外国の権益が絡む北アフリカへの軍事行動は大きな賭けであったが、ジョバンニ・ジョリッティ首相によって、遠征は検討され始めた。左翼、右翼双方を取りまとめていたジョリッティは、非戦主義のイタリア社会党を懐従して、国内の反対派を抑え込んだ。この時に、あくまで植民地戦争反対を唱えた人物の一人が、後のファシスト圏の独裁者ベニートム・スソリーニであった。 1911年9月29日、イタリア王国は、トリポリタニア活譲を求める、最後通帳を、オスマン帝国の、統一とシンポイン委員会政府に対して提示した。オスマン帝国は、イタリア王国に対して、トリポリタニアの形式的総主権を認めてくれれば、実効支配を委ねてもよいと返答した。イタリア王国はこれを満足できる回答ではないとして、宣戦復刻した。 イタリア王国軍は上陸準備を完了するまでの間、トリポリ港に対する砲撃をまず行うこととした。イタリア王立海軍は9月28日夕方にトリポリを離れ、10月3日にトリポリ港に対する攻撃を開始した。この時に先遣隊として揚陸された海兵部隊はたちまち駐屯していたオスマン軍を撃退してトリポリを占領した。 戦前の権限通り、オスマン軍の正規軍は数千名しか展開していなかった。加えて、援軍を送るためのルートは回路しかなかったが、優勢なイタリア海軍を恐れて、オスマン海軍は消極的な行動に終始した。したがって、オスマン軍は新しい司令官や将校などを派遣するときですら、欧州の中立国を通じて移動するという手段を取った。 現地司令官はどうにか戦力を増加させるべく、異教徒への敵外心を持つ現地兵を軍に加わらせた。対するイタリア王国軍も10月10日に2万名の第一次遠征軍をトリポリタニア切れないかの主要拠点に揚陸させた。戦闘でトリポリトブルクデルナ、ベンガジなど両地域の沿岸部を占領した。イタリア陸軍は先進的な装備で敵を圧倒したが、その中には 空軍だけでなく装甲車も含められていた。世界初の航空攻撃も行われたが、まだ空軍はそれほど重要な存在になることはできなかった。沿岸部を征服して残る内陸部フェザーンに迫るイタリア陸軍に対し、オスマン軍は強固な防衛戦と遅延戦術によって戦局を硬着化させようとした。この戦いでは、後のトルコ革命の英雄となるムスタファケマルが途中で、 参加しており、総司令官エンベルと対立しながらも、1911年に飛ぶ、ルクでの破壊工作を指揮して、功績を上げている。すでに、オスマン軍が2万8千名にまで膨れ上がっていた、こともあり、公着を嫌ったイタリア王国は、第二次遠征軍を派遣して、兵員を一挙に10万名へ拡大した。しかし、遅延戦術を根本的に打開する手段にはならず、両軍の戦いは、 砂漠地帯での残酷戦に移行していった。1912年3月3日、停滞した残酷戦で、エンベル将軍は、主要拠点の一つ、デルナに対して1500名の兵士を派遣したが、より少ないイタリア陸軍の守備隊に撃退された。オスマン軍は、砲兵部隊を投入して、再度攻勢を試みたが、後方から増援を得た、イタリア側の残酷を破ることはできなかった。 9月14日、今度は、イタリア陸軍による攻勢が開始され、三コ連隊による猛攻でオスマン側の拠点が制圧された。9月17日、補給船を立たれた状態に陥ったエンベルは、総反撃を命令したが、むしろ、オスマン軍の損害が増すばかりで、そればかりか、エンベル自身もイタリア陸軍のアルピーニ兵による、重火で負傷するありさまだった。イタリア王国軍は、 海軍優位を生かし、内陸部遠征への援護として、オスマン帝国本国に対する攻撃を観光した。1912年2月24日、イタリア海軍のジュゼッペ・ガリバルディ級総甲寿命館、フランチスコ・フェルッキオ、ジュゼッペ・ガリバルディが、オスマン帝国本土のベールート港に突入、応戦した、オスマン海軍の総甲艦、アブニッラート、水雷帝、アンカラを撃沈する。 一方的な勝利を収めたベイルート海戦。オスマン海軍を殲滅した後、損害のなかったイタリア海軍は、ベイルート市街地を砲撃で徹底的に破壊して帰還した。敗戦は、オスマン海軍の弱体差を示すとともに、東地中海の制海権が完全に失われたことを示した。イタリア王国軍は、エリトリア中東軍を増強して東西からオスマンの北、 アフリカ領を圧迫することが出るようになった。また、イタリア海軍は、エーゲ海にまで足を伸ばして、ドデカネス諸島とロドストを占領したり、首都イスタンブールを砲撃するなど本土周辺を、自国近海のように自由に行動した。これらは単にオスマン帝国海軍に、精神的な屈辱を与えるだけでなく、状況を見ていたバルカン諸国に強い衝撃を与えた。 北アフリカに軍が食い込んでいることも叱ることながら、イタリア海軍が東地中海を石鹸することは、バルカン方面のオスマン軍が非常に不利な状態になることを意味した。1912年後半、ブルガリア、セルビア、ギリシャはバルカン同盟を結成、イタリア海軍によって孤立させられていた、バルカン半島のオスマン軍を攻撃した第一次バルカン戦争。 1912年10月18日、オスマン帝国はローザンヌで開かれた講和会議でイタリアに対して要求の大部分を認める条約に署名した。これにより約1年間にわたって続いた同戦争はオスマン帝国のイタリア王国に対する敗北という形で終結を見た。講和案は以下の通りとなった第一次世界大戦で 再び両国は敵対したため、ドデカネス諸島はイタリア王国の軍事占領下に置かれた。1920年、中央同盟に加わっていたオスマン帝国が敗戦により解体されると、イタリアは戦勝国として、イギリス・フランス及びギリシャ王国と共にアナトリアを分割占領、イタリア王国が担当した領域は北西部であったを行った。その後、 セーブル条約でアナトリアの植民地化とギリシャ王国の完全な給料回復、メガリーデアが決定する。アナトリア北西部の植民地化と引き換えに、イタリア王国はドデカネス諸島をギリアに渡す予定になっていた。しかし、セーブル条約に反対する大規模な反乱が起こり、ギリシャ王国の大遠征軍がムスタファケマルに組織された革命軍に大敗を喫する事件が起きる。 木戸戦争。イタリア王国は他の戦勝国同様にギリシャに見切りをつけ、新たにケマルの革命政府に対するアナトリア返還を決める。1923年第二次ローザンヌ会議でイタリア王国はトルコ共和国を承認。トルコ共和国は返礼としてドデカネス諸島を割場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。